Could you tell me the way to the library? ああ、意外といけるね。続いて、ナオールナオさんからいただきました。変なやつばっかりだな個性が強いですね。見てねえだろこの番組。個性が強い。どうせ変なやつしか見てねえだ、あんなこんな深夜にさ。いやちょっとこんな番組見るやつなんかお前ろくなやついねえよ見てくれてる方になんてことを言うんですか。ではお悩み、ナオールナオさんのお悩みです、うん、はい、こんにちは、はい、実は今中学受験なんですが、特に英語の中学受験ということは小学生ってこと。小学校6年生の方ですよ。クソガキじゃねえかよガキ見てんのかよこれああそう、そうですね、小学生の方も見ていただいて。いやだから寝てんだよ。いや俺はこんにちはって言った時点でちょっと引っかかったんだよ。そっか、深夜な、はい、深夜なんかどう考えてもこんばんはなわけでしょこんにちはっていうことを俺そのな、はい、録画したやつを見てんじゃないかってピンときたわけ。録画か、まあ、あの TVer とかですね。ガキなんかさ、はい、こんな2時なんか起きてらんねえだろガキすぐ寝るから。いやでも1回寝て、いやだから録画したやつを、はい、あの次の日見てんだよ昼間。だからこんにちはって言うんだよ。なるほど、ガチしたよ。解けました。ガチ、いや俺やっぱこんにちはやっぱちょっと違和感あったもんああ謎が解けましたね。ああいいよ、はい、ああ、はい、実は今ガキの悩みなんだよ。あ、悩み、はい、聞いてやるよ、はい、こんにちは。ああ、こんにちは。実は今中学受験なんですが、ああ特に英語の点数が取れないんです。ああ、どういう勉強をすれば。知らねえよ点数が上がりますか。英語の点数を上げたいそうです。塾行け塾塾だよ塾もう塾行っておしまいだよほんなの。知るわけねえだろ英語の学力の上げ方なんか。別に俺得意でも何でもねえんだからさ。塾塾塾行け塾塾。ああ、小峠さんどういうお勉強の方法をしていたんですか。俺勉強できなかったんだけど、うん、中学の時の英語はなんか良かったんだよ、はい、成績なんかひたすら書いてたよ、はい、俺単語とか。あ、書いて覚える派の。書いて覚える。ひたすらなんか、はい、あの帳面に書いてた単語、ほんで覚えてたよ。うん、わ大丈夫なんじゃないそれで。ひたすら書いて覚えれば。ひたすら書いて覚える。どうにかなると。うん、だってそんな中学受験の英語なんかも教えてるでしょそんなもん。まあでもハローぐらいですかね。舐めてるだろ。なあ、厨房舐めてるだろ。グッドモーニング。僕もそんな勉強できねえな。できるやつじゃねえよ。できますよ。できねえだろう。あの図書館への行き方聞けますよ。図書館への行き方。何図書館への行き方っていう。Could you tell me the way to the library? あ、意外といけるね。あ、そう。あ、得意なのあなた英語。あ、でもなんかちゃんとなんかできてた。あ、行けてました。うん、それは。Thank you、うん。あ、あ、意外といけんだ。やめるか。もうやめろ、うるせえ。うるせえんだよ。あ、ここでですね、視聴者さんからのお悩み、ちょっと今日は以上なんですけども。うん、じゃあもういいだろう。